学校などによりますと奄美市の県立五条高校でことし9月15日プールの女子更衣室内に小型カメラ1台が設置されているのを水泳部の女子生徒が見つけましたカメラには生徒が着替える様子が映っていて盗撮目的で設置されたとみられることから学校はその日のうちに警察に通報しましたこの更衣室では去年7月にも5台の小型カメラが見つかっていましたが 学校は生徒への風評被害を防ぎたいなどとして一部の生徒と保護者への説明にとどめていたということです学校は今後警察に被害届を出すとともに明日保護者への説明会を開くとしています